これより氷河流の調査および調査員2名の捜索活動を開始します。シルベムシに足跡を追わせるわ。彼女たち、ナンパ船と石について何か分かったかしら。今から聞くのが楽しみよ。早く無事な姿が見たいわ。吹雪いてきたわね。二人は近いわ。でも、ということはつまり。
を探しましょう。調査の途中でベリオロスの気配を感じて隠れていたの。おかげさまでこちらはいい成果が得られましたよ。調べたらナンパ船にモンスターの襲撃跡があったの。ベリオロスよりももっと苛烈な跡。とてつもないモンスターがこの地に存在したことになる。それとこの辺りでまだ新しいものです。これが作られた原因が近くにあるはず。そっちはどう？変わったことは？氷漬けのモンスターか。ベリオロスの仕業じゃないことは確かね。となると、クデンのみが残る幻の古竜。あれはまさしくイベルカーナ。おばさま、自分を信じて生きなさい。きっとそれの謎に近づくわ。それにあの古竜は強大よ。きっとあんたたちの力が必要になる。では行きましょう。
みんな緊急に集まってもらってすまない。渡りの地で警戒すべき事態が発生した。これについては五騎団から報告を頼むよ。はい。渡りの伊手地にて氷漬けとなったモンスターを発見しました。原因となる存在も確認しました。あれはおそらく古竜。その古竜ですが海上空へと向かい、こちらの方角へと飛び去りました。現在ここ新大陸に来ていることが考えられます。報告の通りだ。万が一を考えて最大限に警戒すべきだと思う。我々研究班は現場にいた一騎団殿の見解をもとに、それとおぼしき存在を書籍に探り当て確証を得ました。古竜の名は漂流イベルカーナ。正式な記録に残された目撃数はわずか数例。いずれも人の立ち入らない極寒の地で登山家冒険家などに目撃されています。息吹や羽ばたきで生物が凍ったとありますが、まさか真実だったとは。これほどの古竜が活発化したとは。生態系の急激な変化は必至だな。総司令、その兆しこそがレイギエナの移動であるとは考えられないでしょうか。レイギエナが向かった先に影響の主がいたと。なるほど、可能性がなくはない。だがまずは存在の確認だ。調査班は各地を分担して探索、異変を探し出せ。わかりました。手分けして探索に取り掛かります。思いもよらぬモンスターを見かけた場合は各々対処を任せる。それと物資班、万が一に備え物資の確保をしておくよ。これは急務だ。以上、解散。イベルカーナが新大陸にいるとなると大変なことになります。私たちの担当は古代樹の森です。探索で異変を確認しましょう。